はい、どうも皆さん、こんにちは、いずゆこです。それでは今回なんですけども、7個とワンオンが年内に Apple Pay に対応へ、対応するメリットも解説ということで、今回は電子マネーの7個とワンオンについてですね、この動画では7個とワンオンが Apple Pay に対応するということと、まあ、対応することによってどんなメリットがあるのかなということについて、僕なりに簡単にまとめました。まあ、ぜひですね、利用されている方は参考にしていただければなと思います。それでは、じゃあま ということでね、今回のお題であるこちらが7個、そしてこちらがワオンということなんですけども、もうセブンイレブンをね、利用されてる方であれば、もう7個をメインで使われてる方も多いと思いますし、もしくはね、もう今、イオン系列のお店をね、ずっと利用されてる方は、このワオンをね、利用されてる方も多いと思うんですけども、この2つの電子マネーが今回ですね、なんと年内にアップルペアに対応するということが発表されました。これね、ほんといずれ対応するであろうかなというふうに思っていたところではあるんですけども、やっとね、今回この年内に に対応するとということで、いききなりニュースとししてて出てきましたで公式のプレスリリースで今現在どこまで情報が出てるのかということで、まあそれぞれ見ていただきたいと思うんですけども、こちらがイオンのリリースの、まあプレスリリースの情報なんですが、ワオンが年内にアップルペイに対応全国84万箇所以上でワオンがアップルペイや Apple Watch で利用可能にということでございます。まあここの分ですね、イオンは新たにイオンの電子マネーワオンのアップルペイ対応を年内に開始い いたします累計発行枚数枚数8766 84万万全国約84万箇所以上ででごご利利用用いいいいたただだいているワンが iPhone Apple Watch でご利用いただけますとなおサービス内容や返し日については詳細が決まり次第電子マネーワン公式サイトなどでお知らせいいいたしまますす、まあ、ととうこござあえずね、年内とはいえど、今現在、日付とすると8月10日なので、9、10、11、12、まあ、4ヶ月以内でどれぐらいの情報が出てくるかっいうのはわかんないんですけども、 ま、それまでの間、とりあえず待ってねっていうことなので、ま、近々ね、対応しそうな雰囲気は出ておりますよね。で、デザインとしたらね、先ほど画像でお見せした通りな感じなんですけども、ご覧のような iPhone に和音がセットされてる状態で、Apple Watch にもこんな感じですね。色合い的にね、和音の優しいね、水色の感じが出ておりますよね。で、和音に続いてですね、電子マネーの7個についても同じような情報が本日8月10日に出ております。電子マネー7個が Apple Pay に年内に対応しますと、iPhone や Apple Watch の設定でおしゃれが便利で安心、 安全にと2007年4月にサービスを開始した7個はおかげさまで約7万4千万人の会員様を有する規模にまでお成長いたしましたとここもすごいですねでセブンイレブンに投与化をはじめとするセブンアイグループ各店および外部加盟店の約80万店でもご利用いただける7個をよりより便利で安全安心にお使いいただけるよう iPhone や Apple Watch でもご利用いただけるようになりますとそしてこちらも同様にですねサービスの内容や開始日については詳細が決まり次第ですねお知らせいたしますということでございます のでこちらもね情報ちょっと待ちたいなということでございますまあ、デザインはね先ほどお伝えしたような感じでしっかりとね iPhone の画面に7個がしっかり入っている状態で Apple Watch もご覧のような感じでセットされるということでございますで今回のこれらの内容を踏まえてですねまあそもそも Apple Pay に対応して考えられるメリットって何があるのかということでですね僕なりに4つにまとめさせていただきました例えば1つ目こちらですねカードを持たなくていいともうこれはキャッシュレスでね何でも言えることにはなるんですけども例えば まあ、この、それぞれのカードを、今お伝えしたアップルペンに設定するようにできれば、紛失のリスクもね、軽減されたりとか、あとはお財布がね、もともと7個とか、和音が入ってた部分が減るので、お財布がちょっと軽くなったりするのかなと。なので、トータルで言えることは、やっぱり管理がしやすくなるのかなという風にも思います。まあ、カード自体をね、なくしたら、それはそれでちょっとめんどくさかったりもするので、これを一つのね、端末 でで管理ができるるっていいうののは本当ににね便利になるのかなかと思まます、まあ、してや、ほんとね、今、キャッシュレスをね、僕自身のチャンネルでもすごい進めてるので、お財布の一つのね、カードフォルダーっていうんですかね、その部分が開くっていうのも、結構ここも嬉しいとこではありますよね。え次、二つ目なんですけども、モバイル Suica&PASMO ということで、これどういったかとかと言いますと、今お伝えした Apple Pay に設定したですね、ワオンとかナナコを、まあ、こういったモバイルパスモとかモバイル Suica、まあ、これらに、ま p p l e 経由、 p ップ p ペイ経由で残高を流すことができるんじゃないかなというふうにも勝手に予想してます。まあ、ですけども、それぞれですね、まあ、電子マネー同士なんで、ちょっとね、できるかどうかっていうのはぶっちゃけ謎なところではあります。まあ、できたらちょっと嬉しいなっていうのは僕のちょっとした希望ですね。まあ結構ね、アップルペイってね、本当に何でもできちゃうようなところでもあったりするので、まぁ、あ、余ってた残高をまあこれらに集中することができれば、それはそれでね、個人的にはちょっと嬉しいところではあります。まあちょっと現実的にどうなんですかね、ちょっとこれについてね、思うことがあればコメントください。 まあ他にもですねクリストカードとかを使ってまあこれらにチャージする場合ですね ApplePay 経由でお得なチャージルートができそうな可能性もありそうですよね、まあ、どんな風な感じでチャージができるのかっていうのは実際にこのサービスが始まってみないとちょっとわかんないところではあるんですけども今現在話題のね招待製の 6g であったりとかまあトヨタウォレットとかまあそういったものを使ってまあチャージをすればまたね還元率がかなり高い状態でこのワオンとか7個が使えるんじゃないかなっていう風にもす て予想してます、まあ、ここもねで、きたら嬉しいいなっていうところではありますねで次、三つ目のメリットなんですけども、ネットプリントカッコ7個ということで、まあ、これ結構見かける方少ないかなと思うんですが、ちょっとね、これネットから拾ってきた画像なので、かなり画質が荒いんですけども、セブンイレブンのプリンターを使ったことある方ならわかると思うんですけども、コピーするときとかに、まい、あ、大体現金しか僕使ったことがないんですけども、7個も使えるプリンターとかあったりするんですよ。それをもしアップルペアが対応すれば、もう本当にね、現金持たずして、ネットプリントが使えるのか、 かなというふうにも思います。 ここもね、ほんと対応してくれれば嬉しいですよね。そして最後4つ目なんですけども、やっぱ何と言ってもキャンペーンですよね。まあメリットっていうメリットになるのかわかんないんですけども、まあそうなんですよね。まあ新しいサービスとか機能が開始されたイコール利用促進キャンペーンがですね、本当にこのチャンネルを見ていただいている方であれば、なんとなくもう読めてくると思うんですけども、おそらくあると思うんですよね。まあ近しい記憶であればですね、Apple Pay がビザのタッチ決済に対応したことで、結構ね、三井住友カード関連のね、キャンペーン ンペンが盛り上がってたりとか、まあ、いわゆる僕の中で勝手に使ってくださいキャンペーンって勝手に思って言ってるんですけども、まあ、今回もこのワオンとナナコがね、アップルペンに対応することで、おそらくキャンペーン出てくると思うので、もしサービスが開始してもキャンペーンが出るまで、 アップルペイに設定とかは、なるべくしないことをお勧めします。で、あとですね、まあ、アップルペイに対応するのはいいんですけども、あの、これね、アップルペイ使ってる方ならわかると思うんですけども、登録できるカード枚数がですね、少ない問題ということで、そうなんですよね、もうほんとここ最近ですね、ま、あ嬉しいことにアップルペイに関連する、まあ、キャンペーンがね、ちょくちょく出たりもするので、なんちゃかんじゃね、僕の場合これだけカード枚数登録してるんですけども、キャンペーンがあるたびに登録を解除したりとか、 再度登録し直したりとかして若干ね面倒くさかったりするんですよ。 ま、これは僕の今現在の Apple Pay の画面なんですけども、Apple Pay で登録できるのがですね、Apple Watch のシリーズ3以降と、そして iPhone 8以降ですね。で、あれば12枚まで登録できるんですけども、それ以前のモデル、iPhone 7とかですね、そういったものであれば8枚まで一応登録することができます。ま、旗から見ればね、12枚まで登録するのも、え、それ多くねみたいな感じで思うかもしれないんですが、なんちゃかんじゃね、こういった情報を発信してるとなると、やっぱ枠がもうちょっと欲しいなっていうふうにも思っちゃうとこではあり これちょっとやっぱ枠増えてほしいですよね共感していただける方は是非グッドボタンお願いします そして、あともう一つ、この感じのノリでですね、もうぜひとも、あの、楽天エディもですね、アップルペイにも対応してほしいですよね。まあ、端末の使用上、それが現実的にできるのかどうかというのは、ちょっと僕はわかんないんですけども、今現在、楽天エディはですね、一応アプリはあるんですよ。iOS のアプリはご覧のようなアプリなんですけども、このアプリでは、最近だとね、チャージができるようになったりとか、残高を確認することができたりとか、まあ、そういった感じの機能はあるんですけども、 iPhone 使って楽天エディの決済っていうのが今現在できないんですよね。なので、このワンオンとナナコが Apple Pay に対応したことによって、もう楽天エディもそのノリでね、ぜひとも Apple Pay の決済にね、対応してほしいなっていうふうにも思ったりもします。まあその前にやっぱり登録できる枚数もちょっと増えてほしいところではありますね。まあそんなこんなで今回はワンオン、そしてナナコですね。これらが年内に Apple Pay に対応しますよということについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。あぶっちゃけね僕 普通の私生活ではあまりワオンとナナコを今現在使うことがねないんですけども、日常生活でぶっちゃけこの2つ使われている方は結構いらっしゃるのかなと思います。しかもねワオンの場合は 4K 列のスーパーとかでね使うっていうことが多いと思うので。 もしね、p l e Pay に対応すれば、またさらにね、利用するユーザーとかも自然とまあ増えてくるのかなというふうにも思ってます。まあ、あとはやっぱキャンペーンにもちょっと期待したいところではありますね。まあ、ぜひともね、今回この2つが対応することによって、まあ、こんなメリットもあり、あるかなとか、こんなことも考えられますよ、みたいなコメントがあればですね、ぜひ下のコメント欄書いていただければなと思います。お伝えした今回2つのプレスリリースに関しても概要欄のリンク貼っておきますんで、そちらも気になるかぜひチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 ありがとうございました。